はい、皆さんこんにちは。娘のエリンです。前回の動画でですね、みことちゃんが、カナダ高校留学を始めて学校初日にあったハプニングについてご紹介しました。そのハプニングは何かだったかっていうと、みことちゃんがグレード10として、高校留学をスタートするはずだったのに、なぜかグレード11として入学してしまったというハプニングでした。日本で言うとですね、高校1年生として入学する予定だったのに、なぜか高校2年生として入学してしまったという感じになります。まだ日本でならまだしも、海外では使い慣れない英語を使って勉強していくので、高校1年生でも大変なのに、高校2年生のレベルとなるとですね、さらに、難しくなります。まあ、そんなハプニングにぶつかっているみことちゃんなんですけど、今回の動画では、カウンセラーの方にお話をしに行って、自分でどうにかですね、その問題を解決しようと頑張っている、みことちゃんの様子を皆さんにご覧いただきたいと思います。はい、今日ですね、カウンセラーの方に会ってお話をしてきました。で、昨日言ったみたいに、その日本ではグレード10だけど、こっちではグレード11になってて、でそれを変更することはできないのかっていう風に言ってみたところ、そのカウンセラーの方が、あなたにとってグレード11ってなってるのは多分都合が悪いだろうから、そのなんか紙みたいなのを渡されて、この紙を持ってオフィスに行ったら変えてもらえるよっていう風に言われて、で、今日無事にグレード10になることができました。科目については、変更前はELL とフィジックス11とアクティブリビングっていう PE みたいなやつとフードスタディを取ってたんですけど、その ELL 以外の3つはグレード11だったので、今日それを変更できるのかっていうふうにそれも聞いてみて、フィジックス11は私がグレード10だからサイエンス10を取んないといけないっていうふうになったので、それは変更してもらって、で、あとの2つはなんか必修科目じゃなくて選択科目だから、別にグレード10だったとしても11を取っても大丈夫だよっていう風に言われたので、その2つの教科は変わらずに行こうと思います。なんか男の先生が日本語を喋れる先生だったんですけど、その先生が日本語で喋っていいっていう風に言って、あ、大丈夫ですって言って、なんかいろいろ説明もなんか時間があったからかわかんないんですけど、してくださって、グレード11になってたとしても、その卒業までの単位を取れば、別に自分がどの学年であれ、どの学年の科目を取ったとしても単位が取れれば大丈夫だからっていう風に言われて、グレード11になってたっていうのが気になったので、変えてもらったんですけど、でも他の子たちとか、その学校にいる日本人の先輩とかに聞いてみたら、グレード11で私も入学になってて、でグレード11を2回繰り返して、でグレード12に来年なるみたいな感じで言ってて、グレード11で入学したとしても、その年はグレード10取って、その次は11取ってっていう風に多分なっていくので、だからその学年っていうのはこっちでは関係ないよっていう風に言われました。だから多分他のみんなとかは、私がグレード10だけどグレード11のまんまで多分行くと思うので、多分もう人それぞれというか、気にすることではないのかなっていうふうに思います。でも私の場合は、その初日からグレード11の教科全部だったので、ちょっとそれも心配だったし、グレードも10なのにっていうのがあったので、とりあえず今日その不安っていうか、それは解消されたから良かったかなっていうふうに思います。3日間、そのグレード11のを取ったんですけど、そのさすがに専門用語とか全然何なんだろうこれっていう感じだったんですけど、でもちゃんと先生の話とか聞いてれば、あ、こうやってやるんだっていうのも、なんかその物理ので使う数学のあれだったり、そういうのも自分で解いたりとかもできたので、その授業の活動が楽しかったっていうよりは、その英語でそうやって先生の話を聞いて理解して、自分でそうやって問題を解くっていうことができたっていうのが、なんかすごく嬉しくて、でなんか、あ、勉強するって楽しいんだなっていうのを、なんかまだ3日4日しか経ってないんですけど思いました。なので明日からのそのグレード10の教科もどんな感じなのかなとか、すごい楽しみです。ということで、とりあえず私はグレード10でこれから頑張っていきたいと思います。この動画の内容以外にも、もっと個人的な相談をしたいという方は、ぜひ LINE アットからメッセージを送ってくださいね。留学パパと娘のエリンが無料でお答えしますよ。
メッセージを送るときは皆さんの今の状況、例えばどういう高校留学がしたいとか、家族での話し合いの様子など、少し皆さんのことが分かる情報をもらえたら、より具体的なアドバイスができるので、ぜひご協力をお願いします。いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画も楽しみにしててくださいね。 See you next time!